いこさん、こんばんは。いつもお世話になります。今回こうちゃんがね、金メダル取っておめでとうございます。本当にね、2020年のオリンピックを目の前に、もうこうちゃんが一番でね、オリンピック金メダルを取ってくれましたね。素晴らしいことだなと思います。まあ、ここでですね、いこさんの目線からこうちゃんのことね、おめでとうっていうのも一つなんですけども、もう一つね、このこうちゃんの金メダルっていうのは、もしかしたらこの会場に来ている人にしか、もしかしたらね、分からなかったかもしれませんけども、この YouTube をすることによってですね、そして速稼塾の皆さんに見てもらうことによって、きっと育子さんが、インターネットがもしね、手に入らなかったら、テクノロジーがなかったら、絶対にすごいねっていうふうに言ってもらえる人とか、それから他のね、随分離れた県の方からコメントをいただいたり、その人の記憶に残って、あの育子さんの全然ね、違うところに住んでる人が心を温かくしてくれたりとかね、こうちゃんっていう人の存在を確認してくれたりってことが多分なかったんじゃないかなと思うんですよ。うん、まあったにしても、あったとは思いますけども、今ね、コメントを入れてくれてる方とか、視聴してくれてる人っていうのは数十人かもしれませんけども、でもこの数十人すらね、もしかしたらなかったかもしれないというところで、いくこさんも顔出しをして、インターネットに登場するとき、 YouTube に登場するときは、いろんな躊躇とかね、挑戦に対する恐怖とかあったと思うんですよ。でも今はどうですかね。やってよかった、挑戦って素晴らしいなっていうことを、まあ胸を張ってね、こうちゃんにも伝えていけるんじゃないかなと思うんですよ。こういうふうなインターネットの可能性についてもちょっとお話しするといいのかなと思いましたね。でも本当にね、こうちゃんの金メダルおめでとう。そのおめでとうがですね、こうやって会場に行ってない私たちにも本当にテレビ中継のようにね、見れることは本当に嬉しいなと思います。本来でしたらね、東京オリンピックの中継しか私たちは見ることができませんけども、こういうふうなね、僕だけのオリンピック、僕だけの金メダルってものが、今はね、こういうふうに本当に仲のいい人とか、本当にこうちゃんのことを愛してくれてる人に、私も込みでね、伝わっているんだなと思うと、私もなんかね、奇跡的なものを感じますよね。本当にね、これからもぜひぜひね、このいこさんのこうちゃんチャンネルを広げていってほしいなと思います。本当に私たちもね、楽しみにしてます。ありがとうございます。